こんにちは、株式会社るんごの岡です。今日は山形県民のソウルフードの玉こんにゃくを作ってみました。祭りとかイベントで見かけることが多いんですけれども、僕の住んでる地元ではですね、なかなかなくて、たまたまこんにゃくを見つけたので作ってみたんですけれども、ちょっとですね、サイズが小さめなので、本場はですね、山形行っていただいて、実際食べていただくのを楽しみにしていただきながら、こちらでは小さめサイズの玉こんにゃくをお楽しみください。He's better than my ears. Pieces you draw near.